幕末純情伝は、塚公平作の長編時代小説。幕末純情伝、龍馬を切った女、と題し、野生時代1988年7月号にて、発表、同年9月21日に、角川書店より刊行された。幕末の騒乱期を舞台に、起きた宗は女性だったとの設定のもと、起きたと、肘方歳三、坂本龍馬との三角関係を描いたコメディ。 自身により、擬曲化され、1989年8月に刊行初演された。1991年に、薬師寺光之監督によって映画化された。沖田総司は女性だったという設定で幕末の騒乱期を描く時代劇で、沖田と、土方歳三や坂本龍馬との恋愛模様が繰り広げられる。発表媒体で設定は異なり、例えば捨て子だった。 沖田の洋歌の義兄は、小説では、小栗忠政、舞台版では、かつ回収となっており、映画では、沖田の出自には、触れておらず義兄は登場しない。幕末順情伝、龍馬を切った女、のタイトルで、野生時代1988年7月号に、一挙掲載され、同9月30日に単行本として刊行された。後に、角川文庫版が刊行され、 さらに公文社文庫から、塚公平演劇館の一冊として再刊されたものが、電子書籍になっている。関連作として、舞台版の設定を踏まえた、新選組メンバーのキャラクターや沖田総司の出生の設定等スケールアップされた、両馬伝三部作がある。舞台上演に際して擬曲が発表されているが、実際の芝居内容と異なるところも多い。 戯曲幕末順上殿と題九1989年8月1日に白水社より観光幕末順上殿黄金マイクの謎として同年8月7日にパルコ劇場にて塚公平作演出により初演された以降、熱海殺人事件飛留殿と並ぶ塚の代表作として上演され続けている1989年1から2月 塚公平演劇復帰作、京子において、当日の出演者に、春田純一を加えた特別キャストで、幕末順常で予告編が披露された。1991年公開、松竹製作、平英は僕らの七日間戦争に、牧瀬里穂が起きた総治を演じた、急病により、天と地と、を降板した、渡辺健の復帰第一作でも、 ある最初に制作される映画に出演させると約束したため、幕末順常伝、パルコステージ、パルコ、2018年11月19日閲覧、塚公平7回帰特別公演、新、幕末順常伝主演に、松井玲奈、ステージナタリー、2016年3月1日閲覧、松井玲奈主演、新、幕末順常伝、 2017年1月に、沖縄愛知で再演。ステージナタリー。h t t p n a t a l i m u s t a g e /.news/.2056072016 年10月17日閲覧。元 NGT48 の北原里姫、沖田総治役で、塚公平舞台に出演。音楽ナタリー。 https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ2794602018年4月24日閲覧。和志シハルオ。1994年、塚公平という世界第4回、変わり続けるセリフ。1。G2 講談社。2013年4月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2019年12月23日閲覧。中川うかい、史料編、角川映画作品データ1976から1993、角川映画1976-1986、日本を変えた10年、角川マガジンズ2014年、285ページ。ISBN4 から04から731905万から8。ありがとうございます。